はい、来てよ。いや、その毎日、毎回なんかその恒例行事みたいなのに、それ何？何なの？え、カップルチャンネル5個ですけど。イエーイ。今日は、ディズニーに、ママとパパと一緒に行きまーす。イエーイ。はい、じゃあ、りょうちゃんの今日のコーデを紹介してください。いる？見えない。見えない。見えてる。うん。よし、準備し。はい。はい、以上です。はい。いる？これ。気まず、なんかやばい、かわいい、かわいい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 はいはい、浮かれすぎ浮かれすぎ前上がっちゃった前浜だけにちょっと黙ってなんだっけ、どっからやんだっけ、走っちゃダメなんだディズニー名物じゃないの、走るの走るとね、怒られるのいや、本気で走ろうと思ってた、ね、あ、あるじゃん あるじゃんりょうちゃんもさ、してみてください、2人で近づいてみて、近づいてかわいいじゃん、どうなの、しょうちゃん階段ソワリン楽しめる、ソワリンも怖い、いや、じゃあどんなのか忘れちゃったんですよ、どんなのだったかな、あ、他の男と乗った時のことだね、でもね、やめてよ、本当にあるよ、男じゃないよ、あ、男だけど他の男じゃない。他の男だけど、ちょっと待って。違う。他の男だけど、そういう男じゃない。ああ、ワンナイトの男じゃないってことね。違うって、友達だよ。友達。セフレね。なんで違ういろんな友達がいるし。いろんな友達。翔ちゃんっていいな、いろんな友達がいて。いないっすよ、全然。全く。マジで友達いない。でも、りょうちゃんはさ、こんな会話を聞いててもさ、なんか、かわいいな、まあ、よしよしって感じで聞いてるの。それとも、って感じで聞いてるの。全然。もうよしよし。よしよし感じでしょ？なんか言ってんの。大人の余裕だね。そっか。ね。よかったね、大人の彼氏がいてでも俺だってあれですもん、あの寮の元彼の話とか聞いても全然風ですもん、そんな俺の方が可愛いしみたいな何も思わない、過去のやつを言われたとしても何も思わない、あ、なるほどね、そっか、だって俺が今一番なんでしょみたいなまあそうですね、そうですねいいね、私はもうこんな感じだったよ昔は、そうなんだ、うん、何ですか、何イチャコラしてんのなんでしてないよ、じゃあ私たちもイチャコラしよう酔っちゃったちょっと酔っちゃったでしょ、飲みすぎたよね、ちょっと酔っちゃった、一回ちょっと後でお茶飲んだでしょ、うん、あーコーヒーとか、あ、いいですね、あ、そうですね、確かに夜明けのコーヒー、そうですね、夜明けのコーヒー、一回冷ませば、うん、うわ、毎回感動するね、毎回拍手したくなるような、あれ、いや、そうだよね、いや、なんかほんとただのあれじゃなくてちゃんと考え込まれてるやつ、すごい、あれって何、なんでダメなのダメなのただのあれって何、そう、でも、いや、そうで、そう、言わないようにしてて、あれって言葉思い出した方がいいらしいよ、え、次何になります、何そんなに乗りたがってんの、あ、いいよ、翔ちゃんが乗りたいやつに、乗りたいやつ、今ほら私顔映ってないからさめっちゃ悪い顔してるいいんじゃない、ヒューって落ちるやつタオルテラン乗りたいんでしょ、乗りたい、ダイナさんも乗りたい人ですよね、うん、ここまで来たらもったいないなと思って、乗ってください、乗ってください、僕もすごい怖い経験ずっとしてるんですよ、うん、さっきから乗せられ、でも楽しかったよ、ソワリン、あ、ソワリンはね、ソワリンは、うん、ニモも楽しかったでしょ、うん、多分ニモと変わんないよ
何ガタガタガタってだけだから映像映像全然違う全然違う映像じゃん映像じゃないんじゃないですかだって3階から落ちるんでしょ3階の落ちるっていう手かもしんないよえ逆になんで平気なのどういう気持ちですかそれ最初から平気ですか、うん、怖いもん小さい時からうん、うん、だって落ちてないもんあれはVR と一緒のもん一緒だよって思ったら気が楽じゃない VR なんだなって思ったらそう見えてるだけそうでさ上でさキュッてなってさキャーとかっていうのもさあれ全部録音だと思うよもう何いやいいのよいいの本当にいや俺別に待ってても楽しいしいやダメダメいやもう本当にもう辛いせっかく来たからねいや十分楽しいです別に楽しい別に楽しいんじゃなくないしめっちゃハッピーだしもっとハッピーになるよなるかななるなるあ、なんかこの苦難を二人で乗り越えたんだなってなんか乗ってもいいなぐらいの気持ちじゃないんですよ本当に怖いんですよだってほら普段さ、まあ、生きてることに刺激がないみたいなさつまんないみたいなこと言ってないそんな言ってないあ、そうなの言ってない言ってない言ってないそんな言ってないですよそんなつまらない人生に刺激を与えた方がいいと思うなんで それは別に、乗り物乗らなきゃ得れないものじゃないここに今生きてるだけでハッピーですいやそんなもっともっとインディ・ジョーンズもあるあインディ・ジョーンズにするじゃん早いなんか早いし急勾配で早いしはいらないもう早いしぐるんって回るしみたいなもう最初からダメでもあれじゃん翔ちゃんほらバイクのさ免許取る気満々でいるからさスピード慣れといた方がいいじゃんだって自分でこうやって動かすのとさこうやって生かされるの違うでしょ自分で動かしてる風にすればいいんじゃないいいか分かる確かにねよしこれから加速しますって思えばいいじゃん本当に分かんないその感覚本当にやめてましたよ本当にせっかく来たの今度来るのは 4,5 年後とかになっちゃうもう来ないんじゃない いや楽しんでますもんあ、別の男と来る、ね、なんだよ、違うじゃん違う楽しんでるもん楽しんでるし別に嫌な思い出になってないし別にここ来てることもりょうちゃんはすごいさ、心残りかもしれないよ一緒に乗れなかったな心残り大丈夫よ、本当にやめて本当にやめて、もう本当にやめてそれこそりょうちゃんの方がさ、年上でさもう、このあと乗れないかもしれないじゃんそうだよ乗れなくなる日がもっと早いんだよ、翔ちゃんよりも追跡短いんだからそうそう乗ってきてくださいやだな、もう怒っちゃったじゃん怒っちゃったじゃんママ怒った選択の余地があるてない怒っちゃった怒っちゃったなんかでもちょっとさ演技してるいや全くしてないですよ本当全くしてなくて怖いの嫌だもんなんかもう嘘っぽいうるせえよちょっとねなんで演技派だよね何がだよなんかその方がその方が可愛いでしょなんで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 じゃなかったらこんなんつけてないよ関係ないそれは楽しんでるんですよもう何個も乗ったし僕頑張って何個もじゃないよねまだ1個じゃんそうだよ怖いの1個しか持ってないじゃんまあそうですけど翔太の好きにしなさい、まあ、それこれも全て勉強だからこの後どうなるかっていうのも含めて勉強だからこの後乗ったか乗ってないかはダイナさんの動画で見ます